か今日はもうちょっと収録があって外行って食べようかなんだけど、ちょっとねペコーラルンバ買おうかな。ルンバなんかもう収録終わりに電気屋さんみたいな、なんかでっかい電気屋さんとかあるじゃん、ビッグカメラとかヨドバシとかあるペコじゃん。でペコーラ最近電気屋さん行ってないペコだなって気づいてちょっと見に行ったの、まあ、別に何も買う予定もなくちょっとなんかあるかなと思ってとりあえずぶらついてみたべこなんだけど、ルンバを売るおじさんがいてちょうどエスカレーター乗る時に声聞こえるなと思って、なんかルンバがなんとかでなんとかだよみたいな感じの話してる人いるなと思ってチラッと見たらなんかルンバをなんか自動で動いてるわけよ。ルンバがその場でね動いてて、ルンバが今頑張ってお掃除していますみたいななんかけなげだし買おうかなってペコラも思った。そのおじさんもなんかすごいね、なんか頑張ってるねみたいな感じでルンバを励ましつつもルンバの良さを伝えてて、あペコーラもルンバそっか部屋に置いたら勝手に動いて掃除してくれんだったら買ってもありペコだよなとか思いながらもエスカレーターに乗ったから結局買ってない。でもそのなんかルンバが愛おしくなっちゃったペコだよね、ルンバが。でも自分の部屋さルンバあったとしてもさ50センチぐらいしか多分ルンバがね行く道がないわけ、50センチもないかも。そうだから結局買ったところで掃除行ってみたいななるからお金の無駄になっちゃうなってことでね悲しく今回はやめました。いずれペコーラがルンバをね買う日が来るでしょ、名前つけてあげよう。そしたら